はい、皆さんこんにちは。YouTube スペース東京帰りね、秋葉原へ寄っていろいろお土産買ってきたシリーズの翌日に、横浜の方へ行きまして、エヴァンゲリオン店っていうのに行ってきました。前回はね、クリアファイルね、綾波レイちゃんとアスカちゃんのねクリアファイル紹介しましたけども、今日ご紹介するのはこれでございますね。5人のねキャラクターがね書かれている、名刺ケースね、カードケースでございます。色はねこうマリンブルーになっておりますけども、材質はねアルミ製でございます。こんな感じでね、パコッとこう開けると中にこうカードが入れれるということで、これね、あらかじめ、5人のね、まあこうキャラクターがね2枚ずつ、シンジ君と綾波レイちゃんと、アスカと、それからねあとねこれ間にね誰だっけ、マリアね、マリア、それからカオルくんね、5人のキャラクターのカード10枚がまあおまけでついているということです。この10枚のね、カードが入っている状態でまだちょっと空きがありますんで、まあ15枚ぐらいは入るんじゃないかなと思います。はい、今私ね、まあ、たまたまジジコモの G とね、重なってるガッチャマンのね、ガッチャマンのアルミ名刺ケースを使っておりますけども、まああれもねちょっとまあ同じぐらいの枚数しか入らないということでちょっと、ね、限界がありましたんで、まあ曲がっちゃってもいましたんで、ね、新しくねこれを買ってみました。ということでエヴァンゲリオン店に行った後にねお土産としてこのカードケースを買ってみたという動画でした。エヴァンゲリオン店、全国ね、ずっと回ってるみたいですけども、今ね横浜でやってます。9月の上旬ね、もうそろそろ終わりかと思いますけど、まだやってると思いますんで、お近くの人は行かれてみてはいかがでしょうか。それじゃあ